皆さんこんにちは、ペットでございます。シティーズスカイラインですね、今回も小町タウンを発展させていこうと頑張っております。地区的にはそうやね。まあどうしてもね、農村地帯がうるさいから、あの農村地帯だけじゃないんだけどね、これがね、いい壁になってくれればってところやね。これ何、ああ消防署か。ああなるほど、金鉄線みたいなことしてるわ俺。さすがやな、地下鉄走らせてたんやもんな、おるわな。うわ難しい、これどっから出そう。
あれ伸びてなかったな。あー、ごめんごめん、悪いことした、これが鉄道のことばかり考えてた。おお、水だ。上の線はいらなくなったんで、まあね、直上させるかもしれないんで、ここはちょっと残しとこうかなと。となると、こいつはいらなくなるんで、ちょっと送電線の方にね、変えときましょう。うるさいんか、まさかの。ああ、そういうことね。ああ、じゃあこの近くはあれやな、ここは家は向いてないね、やっぱり。
病気になるって相当や。出たゴミ問題。一応頑張って、頑張って収集車は行ってくれてるから、まあこれは置いとこうか。回ってんのは回ってるんですよね。線路じゃない、どれやったっけ、これか。傾斜がきつすぎる。まあこの辺でいいか。
さあ、では、そろそろですね。まあ、こっちもね、忘れてるわけじゃないんですけどね。これぐらいにしましょうか。ちょうど夜が明けてきたんでね、岩手の小町タウンを眺めながらの今回はお別れとなります。ご視聴ありがとうございました。それではね、また次回お会いしたいと思います。で、先カウントしててね、前回が100回目やったんですよ。で、今回がね、101回目ということで、まあ、どこまで続くかと、あとね、まあ、できるだけ飽きんようにはしたいなとは思ってるんですけどね、またなんか、面白いアセットとか、モッドとかね、あれば、ご教授いただきたいと思います。それでは、さよなら。